竹田先生、はい、僕のお母さん私立矯正したいって言ってるんですけど、何歳までできるんですか？ちなみにおいくつですか、お母様？僕61ですね。あ、全然余裕だと思います。じゃあ今日は私立矯正、歯の矯正が何歳までできるかについてお話ししていきますね。まず結論から言うと、私立矯正は何歳でもできます。うちのクリニックは60後半の方もいらっしゃいますし、することができます。ただしやっぱり若い方であってもお年を召された方であっても、条件としてはしっかりした歯茎だったりとか、しっかりした歯周組織、歯を支える組織がしっかりしていることが条件です。やっぱり歯がガタついてしまってると、そこの部分が磨きづらくて虫歯だったりとか歯周病になりやすいっていう理由で、歯の矯正をして磨きやすくしてあげて、歯周病のリスクとか虫歯のリスクを減らしてあげるっていう私立矯正のアプローチも全然あるので、見た目が気になるだけじゃなくて、機能的だったりとか病気にならないための私立矯正もうお年を召された方は結構されるので、全然遠慮はいらないです。何歳までだったら、何歳まで矯正って2年ぐらいかかったりもしますし、期間かかったりします。あとは手が不自由な方とか、やっぱり歯磨きもできない方っていうのはちょっと厳しいかなと思います。若い方に比べて動きが悪かったりとか、痛みに弱い方はいらっしゃいます。お年を召された方の方が鼻にガタガタしていて虫歯になりやすかったりとか、歯周病になりやすい、あとは見た目が良くなくて前向きになれないって方が、60超えた時に歯並びを矯正し始めてハッピーになれるっていうのはすごくいいことだと思います。子供って何歳からできるんですか？それも必要であれば何歳からでもできるんですけども、それはお子さんによってやっぱ違うんですよね。5歳ぐらいから始めた子、歯がいい子がいれば、顎の発育を待ってから10代とか中学高校になってから始めましょうっていう人もいます。むやみやたらにちょっと歯並びが悪いんで、じゃあ始めましょう、早く始めましょうっていう矯正の歯医者さんはそんなに信用しない方がいいかもしれないです。あとお父さんお母さんの顔とかも見るんですね。顎がどのぐらい育ってるかなとか、どんな風になるかなって予測を立てたりもするので、小さい子に関してもケースバイケースです。子供の矯正と大人の矯正って何か違いあるんですか？全然違いますね。子供の矯正には発育が絡んできます。顎の発育やってる途中に顎がどんどん変わっていったりとか、あとは歯の生え変わりもありますよね。なのでそれに合わせてやっていったりするので、大人の矯正が 2,3 年で済むとしたら、平気でやっぱり5年とか子供の矯正がかかったりするので長くなったりとかはします。ただ子供の矯正は矯正で関与することで、顎の発育も促してあげたり抑制してあげたりっていう、整えたりってこともできますので、お子さんの矯正でできることって多いです。大人の矯正は歯の生え変わりとかもないので、あとは顎の発育とかもないので、だいたい 2,3 年で終わることが多いです。ただ20歳超えてくると歯周病のリスクとかも増えてきますので、歯周病が強い方とか、歯周病の治療やってからとか、歯周病が進行している方は動かす力を少し弱めたりとかしながら、ゆっくり動かさなきゃいけなかったりっていう配慮が必要になってきます。なのでお子さんと大人の矯正のニーズだったりとかやり方って全然違うので、もし気になる場合はかかりつけの歯医者さんに相談されてください。でかかりつけの歯医者さんが矯正があまり得意じゃなかったり苦手だったりされた方は、他の矯正の専門の歯医者さんとかに何件か行かれてもいいと思います。大人の矯正何歳までできるの、お年寄りもできるの、あとは子供の矯正は何歳からした方がいいかについてもお話ししていきました。何歳って一区切りにするというよりも、お口の中のとか発育とかによって全然違いますので、ぜひ一度歯医者さんにかかられてください。今日はここまでになります。最後まで見てくださってありがとうございました。バイバイ。このチャンネルでは歯の健康や美容に関する情報を発信しています。歯医者に行くのが怖い、いくらかかるか不安などお悩みをお持ちの方はコメント欄からご相談ください。もしよければチャンネル登録や高評価お願いします。赤坂さくら歯科クリニックは朝7時半から5時までのクリニックです。ぜひお仕事前にもいらっしゃってくださいね。